サウスピア・サウスピアは埼玉県埼玉市南区別所にある10階建ての公共施設。南区役所や埼玉市立武蔵浦和図書館などが入居する。2003年4月1日、埼玉市が政令指定都市に移行し、南区が発足した。その南区の中心であり、埼玉市の副都心の一つである武蔵浦和駅周辺は再開発によって、 超高層タワーが立ち並ぶようになった。その再開発の一環として、駅前に公共複合施設を建設することになった。南区発足当初から複合施設の中に区役所を入居させる計画であったことから、従来は現在の別所幼稚園のある場所に南区役所の仮庁舎があった。2010年に建設が開始され、2012年5月17日に、 オープンする予定であったが、同年1月17日に火災が発生し、2013年に1月4日にオープンが延期された。サウスピアは、武蔵浦和駅西口から、ペデストリアンデッキで直結となっている。施設愛称のサウスピアは、南区のサウスと仲間という意味のピアを合わせたもので、公募によって決定した。南区は、埼玉市内で、最も平均年齢が低く、 子どもの人口も多いことから1階には子育て支援センター南があり0歳から2歳児のための施設となっている遊戯室があり埼玉市内で初めて子どもの一時預かりを行っている2階3階は埼玉市立武蔵浦和図書館4階から7階は南区役所7階には60歳以上の人が利用できる老人福祉センター武蔵浦和層がある 8階と9階は、武蔵浦和コミュニティセンターとなっていて、多目的ホール、集会室、音楽室などが有料で利用できる。ありがとうございます。